ファンタスティックフォーチュンには2003年6月26日にジェネックスから発売されたプレイステーション2用恋愛シミュレーションゲーム。シナリオ、原画ともに結城あずさが担当している。2005年3月3日にはシステムを改善し、新規イベントなどを追加した完全版ともいえるファンタスティックフォーチュンにトリプルスターを発売。 同年12月22日にその Windows 版が2007年9月27日には PS に連価版となる Fantastic Fortune にトリプルスターベストヒットセレクションが発売されたストーリーのテーマはアロランディアという国を取り巻く人々の葛藤と成長全体的にファンタジックな世界観だが複雑な人間関係やリアルな心理描写などシビアな側面も有するなお ファンタスティック・フォーチュンの続編ではあるが、時代は200年前に遡り、メインキャラクターや舞台となる国も異なるなど、前作との直接的なつながりはない。しかし、勉強をしてパラメータを上げたり、休日は様々な場所へ移動し、キャラクターと会話するなどの基本的なゲームシステムはほぼ同じである。無印版と比べシステム機能の不親切さが改善され、 本編の裏側や登場キャラクターたちの本音を知ることのできる概念モードやプレイする上で便利なヒント機能などが追加されている。しかし、フラグ立ての面倒臭さ,さや誤字脱字などはあまり改善されておらず、ローディングの増加、一部のイベントの削除、平日は勉強か休養しかできなくなったなどのマイナス面もある。神に愛された島と呼ばれるアロランディアに、 十数年前の予言通り、神の生まれ変わりとされる、星の娘の証を持つ少女が三人現れる。一人目は、辺境の小島に住む少女マリーン、二人目は記憶喪失の少女アクア、三人目は異世界から召喚されたミコアオイ。しかし、彼女たち三人には、星の娘になることよりも叶えたい、別の目的があった。マリーンは幼い頃に出会った青年に、もう一度会うこと。 アクアは記憶を取り戻すこと、アオイは元の世界に帰ること、7ヶ月後の選定期間終了日までアロランディアで過ごすことになった少女たち。星の娘とは一体誰のことなのか、彼女たちのそれぞれの目的は叶うのか、それとも、ありがとうございます。